ハンドボール、ハンドボールは、7人、6人のコートプレイヤーと1人のゴールキーパーずつの2組が手を使って、ボールをパスし、相手のゴールに投げ入れて、勝負を競うチームスポーツである。標準的な試合は30分の2ピリオドからなり、より多くのゴールを決めたチームが勝ちとなる。日本語では早球とも呼ばれる。現代ハンドボールはで、 それぞれの橋の中央にゴールがあるコートでプレイされる。ゴールは守備側のゴールキーパーのみがプレイすることが許される6メートルゾーンで囲まれている。ゴールはこのゾーンの外側からあるいはゾーンの中にジャンプしている間にボールを投げることによって得点されなければならない。ハンドボールは通常屋内でプレイされるが屋外ハンドボールやチェコハンドボール ビーチハンドボールといった屋外の形式も存在する。試合は非常に早く体の接触もある。ゴールは頻繁に生まれ、典型的にはそれぞれのチームが20から30ゴールを挙げる。ハンドボールは19世紀の終わりに北ヨーロッパ、主にスカンジナビアとドイツで体系化された。現代のルールは1917年にドイツで発表され、 数度の改定が行われた。最初の国際試合はこれらのルールの下で男子では1925年、女子では1930年に行われた。男子ハンドボールは1936年ベルリンオリンピックで屋外競技として初めて行われ、次に1972年ミュンヘンオリンピックで屋内競技として行われて、以降はオリンピック競技として定着している。 女子ハンドボールは1976年モントリオールオリンピックで追加された。国際ハンドボール連盟は1946年に結成され、2013年現在174の連盟が所属している。ハンドボールはヨーロッパ大陸で最も人気があり、これらの国々が世界男子ハンドボール選手権では1938年来2015年、 準優勝のカタールを除いた全てのメダルを独占しており、世界女子ハンドボール選手権でも2013年にブラジルが優勝するまで大陸ヨーロッパのチームが全て優勝していた。ハンドボールは極東、北、アフリカ、ブラジルでも人気がある。本場欧州ではサッカー、バスケットボールには及ばないものの、スポーツ人口調査では上位に位置する国もある。古代ローマの女性が、 エクスプレシムルディーアと呼ばれるハンドボールをプレイしていた証拠が存在する。また、中世、フランスやグリーンランドのイヌイットの間でハンドボールのようなゲームが割れていた記録がある。19世紀までにデンマークのハンドボールドやチェコ共和国のヘイジーナ、スロバキアのハドザナ、ウクライナのガンドバル、ドイツのトーボールといったハンドボールに類似したスポーツが存在していた。 現在のハンドボールは19世紀の終わりに北ヨーロッパ、主にデンマーク、ドイツ、ノルウェー、スウェーデンにおいて体系化された。最初に書かれたハンドボールの競技規則、7人制はデンマークの体操教師、軍人、オリンピックメダリストのホルガー・ニールセンによって1906年に刊行された。現代ルールは11人制ドイツのマックス・ハイサー、カール・シー・レンズ、 エーリヒコ行為によって1917年10月29日に出版された。1919年の後、これらのルールはカール・シーレンズによって改良された。これらのルールの下での最初の国際試合は、男子では1925年にドイツとベルギーとの間で、女子では1930年にドイツとオーストリアとの間で行われた。当初は11人制だったが、 徐々に7人制の方が主流となり、女子は1962年、男子は1967年の世界選手権から7人制で一本化された。あ、1926年、国際アマチュア陸上競技連盟の総会は、屋外ハンドボールの国際ルールを作成するように、委員会を指名した。国際アマチュアハンドボール連盟は1928年に、 国際ハンドボール連盟は1946年に結成された。男子屋外ハンドボールは1936年ベルリンオリンピックで行われた。続く数十年の間に屋内ハンドボールがスカンジナビアの国々で発展した。ハンドボールは1972年ミュンヘンオリンピックで採用され再び世界の舞台に浮上した。女子ハンドボールは1976年。 モントリオールオリンピックから正式種目に追加された。東ヨーロッパで人気があったことから、この地域の国々がハンドボールがオリンピックに再び採用された時の競合国となった。国際ハンドボール連盟は1938年に男子世界選手権を組織し、第二次世界大戦から1995年までは4年ごと3年ごとの場合もに開催された。 1995年にアイスランドで行われた世界選手権からは2年ごとに開催されている。女子世界選手権は1957年から開催されている。国際ハンドボール連盟は2009年まで女子と男子のジュニア世界選手も組織している。2009年7月までに国際ハンドボール連盟には166の連盟が加盟しており、チームは 約79万5000チーム、選手は約1900万人を数える。日本では1922年7月24日、大谷武一が大日本体育学会において11人制を紹介。1938年、日本ハンドボール協会設立。1952年には7人制が初めて行われ、以降、7人制が普及した。 日本代表のオリンピック出場は、男子が1972年、女子が1976年が最初である。以降、男子は1976年、1984年、1988年と、オリンピック自体をボイコットしたモスクワ大会を除いて、3大連続で出場していたが、それ以降は、中東勢や韓国に阻まれ出場を逃し続けている。2008年は、 予選再試合があったが出場できていない。女子は1976年の大会、合位入賞のみに出場。北京オリンピック2008年及びロンドンオリンピック2012年で実施された全競技中、日本代表が男女共に出場できなかったのはハンドボールとバスケットボールだけであったが、リオデジャネイロオリンピック二千十六年ではバスケットボール女子代表が 本大会出場を果たしたため、男女とも出場を逃したのはハンドボールのみとなった。ハンドボールでは、サッカーなどと違って、年齢でコートの広さが変わることはなく、ボールが変わるだけである。ボールの大きさや重さはルールで決まっているため、高校生男子、一般男子は3号級、中学生、高校生女子、一般女子は2号級、小学生以下は1号級を使う。 大きさ、重さは以下の通りである。他の競技に比べるとかなり強い接触まで認められるため審判の技量によっては反則や罰の基準がばらついたり同じプレーが審判によって変わったりすることがある。濃い、悪質な反則には以下の罰則が与えられる。昔はセンターはフェイントの上手い司令塔、バックプレイヤーは ロングシュートを狙う身長の高い選手という組み合わせが主流だったが近年では3人が流動的にポジションチェンジを行うことによってディフェンスを揺さぶる戦術が主流のため3人ともにオールラウンドな能力が求められているさらに以前だとポジションはほとんど固定されていたが最近は目まぐるしくポジションを変え時にはフローターであってもサイドからシュートをすることがあるので 全員が様々なシュートを打てる必要がある。各機コートプレイヤーのポジションにおいて人数の決まりはない。そのため、それぞれのチームの攻撃パターンによって様々なスタイルが存在する。特に、センター、ポストなどは流動的であり、センターを行い、ポストが2人、ポストが1人など、時にはゲーム中においても変化することもある。また、オフェンスとディフェンスで、 ポジションが違ったり、オフェンスが終わるごとに、選手交代したりする場合がある。センター、ライト、リフトのバックプレイヤーを合わせてフローター、もしくは上3枚と言われることがある。ハンドボールは点を取ることが最大の目的であるから、それに直結するシュートテクニックは最も大切な技術である。シュートを狙う地点によって名称がついている。シュートと同じく、 ボールの扱いやすさから多彩なパスが可能である。各プレイヤーが流動的にポジションチェンジを繰り返すため、プレイ中に形態が入れ替わることも多い。片方のウィングがポストになり、フローター3人、ポスト2人、ウィング1人の状態でプレイする形態。ヨーロッパでは頻繁に用いられるほか、近年それ以外の地域や日本でも使用されるようになっきた。 ハンドボールでは主にゾーンディフェンスが主流。ハンドボールの審判は二人一組で、それぞれが同等の権限を持つ。二人はゴールライン側の審判とセンターライン側の審判の役割を交互に行う。一つの反則に対する罰則について、両者の判断が異なる場合には、罰則の重い方を適用する。ハンドボールはボディコンタクトがある程度認められており、展開も早いため、 審判の役割は極めて重要であり、選手と同様の高い運動能力、持久力と豊富な経験、迅速的確な判断力が要求される。地域や国といった単位で競技レベルを向上させるには、審判の育成や技術水準の底上げも欠かせない。日本及びアジア圏における審判のレベルは国際的なレベルと比較して決して高いとは言えず、 高い技術を持つ審判が不足している点は否定できない。そのため国際大会においても第三者から見て公平と思われる審判の選択、配置がなされているとは言い難いのが現状である。日本では2007年の北京オリンピックアジア予選での判定がマスコミに報道されて話題となった。ハンドボールではボールを片手で持つことも多いため、 利き腕の指にボールを握りやすくするため粘着剤を付与することがある。主な粘着剤は以下の通り。主なメーカーはモルテンやミカサである。株式会社スポーツイベントが月刊し、スポーツイベントハンドボールを発行している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。